こちら代引きになりますのでですね、19,870円になります。代引きですか？ちょっと頼んだ覚えがないんですけど。え、他にご家族とかいらっしゃらないんですか？あの夫がいますけど。あ、おそらく夫も注文していないと思うんで。え、こちら小野さんの家ですよね？あ、はい、そうですけど。とりあえずですね、あの一度お支払いしていただいて、その後返品していただく形ってどうですか？いや、でも、いや、そっちの方が助かるんですよ。どうしました？お隣の、すいません、あの今頼んだ覚えのない荷物が届きまして。本当に頼んでないんですか？はい。だったら払わなくて大丈夫ですよ。お兄さん、そのまま持って帰ってください。でもそれだと。頼んだ覚えのない代引き商品に関しては受け取らなくてもいいという決まりになってますので、今回はそのままお引き取りください。それでも置いていくなら代金を払う義務はありませんし、直ちに処分します。わかりました。あの、ありがとうございました。私断るの苦手で、もし助けてもらえなかったら、私お金払っちゃってました。いえ、これくらい大したことないので。ありがとうございました。今日はどんな感じ？今日もちょっと遅くなりそうだから。そっか。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。休みの日ぐらいは体を動かさないと。今日休みなんですね。はい。そっか。昨日助けてもらってお礼したいので、よかったらうちにご飯食べに行きませんか？いえ、小野さんには旦那さんがいらっしゃるので、そのような不貞行為は不貞行為ってご飯食べるぐらい大丈夫ですよ。もう、じゃあ13時に家で待ってますから。じゃあ、いや、ちょっと すごいね、弁護士さんなんだ。いえ、全然、まだ1年目なので。でも私みたいに庶民からしたら本当にすごいよ。さあ、座って。あ、失礼します。今ちょうどできたばっかで、本当にタイミングよかった。あ、はい。オムライスです。あ、どうぞ。ありがとうございます。自分オムライス大好物です。本当？かわいいね。いただきます。どうぞ、食べて。ねえ、弁護士になるのって大変だったんじゃないの？いえ、自分勉強しか取り柄がないので、勉強ばかりしてたら慣れました。でもそれってすごいことじゃん。
え、でも勉強しかできないので。彼女とかいないの？1週間前初めて彼女ができましたが、一昨日振られました。そうなんだ。もったいないな。私なら絶対に話さないのに。大丈夫？からかわないでください。別にからかってなんかないよ。本当に面白いね。ねえ、あなた、お隣の渋谷さんって知ってる？ああ、あの、好青年の、あの人、弁護士なんだって。ああ、立派だね。なんか困ったことあったら相談できそうだ。うん、そうだね。ねえ、いつまでスマホ見てるの？この仕事の返事をしたら終わりだよ。ね、明日から出張だからさ。もう明日早いしさ、もう眠いからごめん。よっかな。どうぞ。ね、ちょっと相談したいことがあって。相談？ああ、でも先にお茶入れます。気にしないで。突然押しかけちゃったの私だから。いや、でも気使いますよ。元カノ以外で初めて女性が自分の部屋にいるんですから。女性だなんて久しぶりに言われたな。嬉しい。あ、お茶です。どうぞ。ありがとう。それで相談って何ですか？単刀直入に言うと、うちの旦那浮気してると思うの。いや、でも自分は弁護士なんで浮気調査とかはできないんですけど。そうじゃなくて、もし旦那が浮気してるなら私も。おはようございます。あ、おはようございます。今からお仕事？はい、そうです。そうなんですね。頑張って。はい、ありがとうございます。行ってきます。じゃあ行ってくるね。うん、行ってらっしゃい。行ってきます。あ、おはようございます。おはよう。おはようございます。